请吹奏乐部的同学来做简单的自我介绍。京都橘花高等学校吹奏楽部は1961年に京都橘花高等学校の音楽教師であった平松久志先生により創設されました。これまで60年間余りオレンジ色の衣装で元気いっぱい、笑顔いっぱい、夢いっぱいをテーマに数々の公演を成し遂げてきました。近年ではアメリカのローズパレードへの出演をはじめ日本の一流アーティストの方との共演も果たしています。昨年は全国マーチングコンテストにて金賞を受賞し、公式大会以外にも日本各地での招待演奏やテレビ出演など幅広い活動を行っています。京都橘高等学校吹奏楽部は音楽を通じて一人一人が輝き、皆様から愛されるバンドを目指しています。日本京都橘高等学校吹奏乐部是由京都橘高等学校的音乐老师平松久司老师，他在1961年所创立的。60几年来，带着橘色制服的少年少女们，以活力满满、微笑满满、梦想满满为宗旨，为大家带来很多精彩的演出。相信各位在座的朋友们跟我们一样都很好奇，到底日本的朋友们来到台湾之后，对台湾的印象是怎么样呢？どこに行っても心の温まる歓迎をしてくださり、本当に感動しています。人生の中でも経験できないようなことばかり経験させていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。我高中生这个怎么生活到现在没有经验过的热烈欢迎，然后感到非常的非常的开心，谢谢台湾。我们在台湾很开心。日本京都橘高等学校的吹奏乐部近年非常高水准的演出获得了国内外的一致好评，不仅曾经受邀前往美国玫瑰花车游行演出，也曾经与多名知名的日本艺人合作，去年在全日本行进管乐大赛中获得金奖之外，也经常获邀到日本的其他县市，或者是受到电视台的邀请在媒体上表演。京都橘吹奏乐部希望透过音乐力让每一个人都闪闪发光，成为受大家喜爱的社团。接下来我们就一起来欢迎日本京都橘高等学校的同学们所带来的精彩演出。